この島に麦わらがいたとは。アイザックが引き入れたのか。とすると奴の目的は。サイファーポールイージスゼロロブルイチご足労痛み入る。貴様アイザック。おい、ふざけるな。やっと来たか。な、まったく。この野郎は。おい。違うな。お前、うん、この野郎は。ほう、許さねえ。ルフィ、どけ。ジャン。おい、ルフィ。くそ。よう。サボ。いや、ルフィ。なんだ。そうだな。ああ、はんはん。気は熟した。
あとは引き金を引き、計画を開始する。杯元帥、報告します。なんじゃい、騒がしいの。各地の海軍基地が何者かによって一斉に攻撃を受け、そのうちのいくつかは消滅しました。なんじゃと。しかも襲撃に使われたのはおそらくダイナガンではないかと。海軍が管理しとるあれをまた奪われたっちゅうことか。管理者は誰じゃ。ええ、そのような報告は受けていません。海軍の管理外のダイナガンじゃぞ。まさかあの島か。オルサリーノを呼び出せ。先ほどから何度も呼びかけているのですが応答がなく、島には革命軍やジェルマ W6 など多数の勢力が集まっているとの情報もあり、おそらくその対処を行っているのかと。ほう、随分と集まったもんじゃの。偶然とは思えんが。また麦わらのルフィも島にいるものと思われます。麦わら、まだ生きちょったか。もうええ、わしが島へ行く。はあ。兄さんが武器の密売に関わってる。それだけじゃない、この島のダイナガンにも。兄さん、一体何をしているの。他にもまだ隠していることがあるの。大変だ、ジャンヌ。海軍派の連中が俺たちに向かって発砲しやがった。このままだと戦争が始まるぞ。戦争。どうした？くそ。くそ。おっさん。頼む。ガチャ。もう少しだったのに。またみんなで一緒に島のこれからのこと考えていけるって思ってたのに。母さん、やっぱり私じゃ母さんみたいにはなれないよ。ルフィ、ごめんなさい。島のみんなが仲良くできるようにあんなに一生懸命手伝ってくれたのに。別にいいだろ、あいつらのやりたいようにやらせとけよ。
何言ってるの？戦争が始まるんだよ。みんな怪我だけじゃ済まないかもしれないのに。あいつらが好きでやり合うんだ。それで死んでも俺たちには関係ねえ。死ぬなんて簡単に言わないで。島のみんなは私の家族なの。母さんも兄さんもいなくなって一人ぼっちの私のそばにいてくれた大切な、誰にも傷ついてほしくない、誰にも死んでほしくない。家族がいなくなるのはもう嫌なの。じゃあなんでお前はここにいるんだ。戦争が始まるってもうダメだって諦めてんのはお前じゃねえか。お前があいつらの命を簡単に諦めるなよ。諦めてない。家族の命を私は諦めない。だったら俺を呼べよ。今までと一緒だ。お前が呼べば俺はどこだって飛んでいく。お前が諦めねえなら俺も絶対に諦めねえ。だから一人で泣くな。ルフィ、ありがとう。行くぞジャンヌ、この戦争を止める。でも、わかった。ルフィ、ああ、なに？ああ、おいおい、みんな、大丈夫でしょうか。ちょっといい？そうだな。おい。どうすんだ？お願い。任せとけ。予定がなるぜ。やれやれ。恋も警備万全です。ありがとう。そう。スーパー泣ける。俺もやるぞ。よし、ありがとう。
死ぬ気で頑張ります。しっかり守ってね。片っ端から追い払ってやる。俺もやるぞ。頼むわよ。恋の警備万全です。任せろ。やっちゃって。任せろ。頼んだわよ。行くぞ。真面目にやれ。待てよ。どうした？よろしく頼むぜ。わかった。気をつけてね。
任せろ。ちょろいもんよ。よし。覚えていますか？昔、島のリーダーが毎朝こうしてみんなを起こしていたことを。私はその娘のジャンヌ、母さんに代わってみんなの目を覚まさせに来ました。みんな、周りをよく見て。目の前にいるのは私たちの敵じゃない。12年前、島が海賊に襲われてからずっと苦しかったね。大切な人を殺されたり、誰かの言いなりになったり、逆らって傷ついたり、もう誰を恨んだらいいかもわからない。でも誰かにぶつけたい、聞いてほしい、自分がどんなに辛いかを。私が聞くわ。みんなの辛いこと、悲しいこと、苦しいこと、全部私が聞く。だってみんなはこの島で一緒に生きてきた私の家族だから。広場に集まって、これからみんなで話そう。今までのこと、そしてこの島の未来のことを。やるな。素敵だ。ありがとう。私の計算を狂わせるとは。お前がそう望むのであれば。